オープンディレクトリプロジェクトはボランティア方式で運営される世界最大のウェブディレクトリである。オディッピーのドメイン名にはディレクトリモジュラを略したダモスが用いられ、ミラーサイトにはその初期の名称の入封もある。ネスケイ一プに売却され、現在では AOL タイムワーナーの参加にある。また、ダモスは2017年3月17日に運用を終了し、その機能は ダモスのエディターによって作られたミラーサイト dmoztools.net に引き継がれている。その後、すべてのコンテンツは curli.org へ引き継がれ、2019年現在も活動している。オディッピーに登録されているウェブサイトはカテゴリーに分類され、カテゴリーは担当のエディターによって管理されている。エディターをボランティアによるというやり方は、 オックスフォード英語辞典での先例をワールドワイドウェブでの作品作りに取り入れたものである。オディッピーはオープンコンテン,テントであり、その成果は RDF の形で毎週供給され、ライセンスを遵守する限り無料で利用することができる。言語ごとやカテゴリごとなど自由に改変して利用することが認められている。また、下記の外部リンクにも紹介されている通り、 RDF ダンプを利用したディレクトリーサイトが多数存在しているため Google 等のロボット型検索エンジンのポジショニングを決定する際の指標の一つであるとされているバックリンク対策として有効性が高いとされた時期があった。o d ッピーはその初期の名称である New や New 風が示すように当時先行していた Web ディレクトリであるヤフーへの不満から出発した。その頃、 ヤフーの手法をビジネスモデルとみなして、ただ単にこれを真似ただけの Web ディレクトリが数多くあったが、その大部分が淘汰され、現在では消滅してしまっている。ありがとうございます。